ハイボルテイスケートーリングのマティです。今回は物声組コーン編ということで、横組のカラーコーン、いわゆる組コーンを飛べることを目標にコツポイントを解説していきたいと思います。で、オーリーを初めてチャレンジする方、あと物声を初めてチャレンジする方は、前回撮りました動画を概要欄の方に貼っておきますので、そちらをご覧ください。それでは行きましょう。レッツゴー。進みながらの物飛びをマスターしたら、少しずつ飛べ物の高さを上げていきましょう。この動画では横組のカラーコーン、いわゆる組コーンが飛べるようになることを目標として、コツ、ポイントや練習の方法を紹介していきます。スタンスは狭くしすぎない。ノーズ足はリスの少し手前あたりに置きましょう。デッキのすり上げを意識しすぎてスタンスを狭くしてしまうと、デッキのノーズ側の反り返った部分、キックまですることが難しくなります。すり上げではこのキック部分が最も引っかかるポイントになります。スタンスは狭くしすぎず、ノーズのキック部分がしっかりと使える位置にノーズ足を置くようにしましょう。スピードをつけてアプローチする。組コーンの高さにばかり意識が行きがちですが、コーンの幅を飛び越えるためにはある程度の助走の速さが必要になってきます。飛び越えるものに向かうアプローチの段階で極端にスピードが遅いと、それだけ滞空時間の長いオーリーが必要になってしまうため、難易度が上がってしまいます。最初は恐怖を感じないくらいでいいので、徐々にアプローチのスピードを速くしていくと楽に飛び越えられるようになっていきます。踏み切りのタイミングを速くする。オーリーで物を飛び越えるとき、デッキの高さがピークに達するタイミングで対象物の上を通過できるのがベストです。オーリーの場合、弾かれたデッキはノーズ、テールの順に浮き上がってくるのですが、その時テールが浮き上がる前に対象物に当たってしまうと、オーリーで飛び越えることはできません。組コーンのように高さのあるものを飛び越えるときほど踏み切り位置を早めるように意識しましょう。テールをしっかり弾く。オーリーはノーズ足でのすり上げはもちろん重要ですが、前提としてテールがしっかりと弾けていないと高さを出すことは不可能です。それはテールを弾くことで生まれた、デッキが上へ跳ね上がろうとするエネルギーを使うことでノーズのすり上げも可能となっているからです。どうしてもすり上げとテールの弾きの動作2つがうまくいかないのであれば、まずはテールがしっかり弾けるように練習していきましょう。重心の位置はノーズ寄りを意識する。重心の位置は7対3でノーズ寄りをキープしましょう。基本スタンスではノーズ足はジャンプする動作とデッキをすり上げる動作を行い、テール足ではデッキを弾く動作を行います。テールをしっかり弾こうと意識するあまり、重心がテールに寄りすぎているとノーズ足に体重が乗っていないため、体が高くジャンプすることができません。またテール足に体重が乗ってしまうと、デッキを弾く瞬間にテールを踏みつけてしまうため、デッキが浮き上がらない要因となります。対象物の高さによっても変わりますが、基本的なオーリーでの重心は7対3くらいでノーズ寄りになるように意識しましょう。テールを弾く位置を安定させる。テールを弾くとき、テール側の足を置く位置が毎回変わってしまうと、弾きのタイミングや力加減まで変わってきてしまいます。また弾く位置が左右にずれていると、弾く瞬間にデッキが傾くため、フリップ方向の回転が加わってしまい、安定したオーリーにはならないので注意が必要です。慣れてくるとスタンスが多少違ってもオーリーすることができるようになりますが、初めのうちはできるだけ同じ位置で弾くようにした方が感覚がつかみやすいでしょう。腰をしっかりと浮かせる。どんなに上手にテールが弾けていても、自分自身の体がしっかり飛び上がっていなければオーリーで高さを出すことはできません。飛び上がった時の腰の位置の高さでオーリーの限界点が決まってしまうので、オーリーの高さが出なくて悩んでいる人は、一度誰かに自分のオーリーの動画を撮ってもらい、自分の腰の位置をチェックしてみると良いでしょう。一連の動作をスムーズに行う。組コーンを飛ぶためには、テールを弾く、ノーズをすり上げる、体にデッキを引きつけるといった動作一つ一つをバラバラではなく一緒に詰め込み、スムーズにピークの高さに持っていく必要があります。そこで重要なのが力を受け流すイメージです。テールを弾くことで生まれたデッキが浮き上がろうとするエネルギーをノーズ足に感じながら、前方上方向に受け流すことを意識して一連の動作をスムーズに行いましょう。幅跳びにチャレンジしよう。組コーンの高さを飛び越えるためには、より安定した綺麗なオーリーの習得が必要となってきます。そこでおすすめなのが幅跳びです。今度はノーズ足をしっかりと使い、すり上げとデッキコントロールを覚えることでオーリーの形を固めていきます。最初は低くて短いものから飛び越える練習を始めましょう。慣れてきたら徐々に高さと幅を伸ばしていき、飛距離を伸ばしていきます。ポイントはギリギリ飛べる幅にチャレンジすることです。幅のあるものをオーリーするにはスピードももちろん必要ですが、滞空時間の長さも重要となります。この幅跳び練習ではノーズ足のすり上げと浮かせた体にデッキを引きつけるためのデッキコントロールを強化することができます。フェイキーオーリーにチャレンジしよう。ノーズ足のコントロールを覚える方法としてフェイキーオーリーを練習するのもおすすめです。フェイキーオーリーとは、通常のスタンスのまま進行方向が逆になったスタンス、
いわゆるフェイキースタンスの状態でのオーリーのことです。フェイキーオーリーでは通常のオーリー以上にノーズ足でのコントロールが必要となります。通常のオーリーであればノーズが浮き上がった斜めの状態でも着地はできますが、フェイキーオーリーではこの状態で着地をしてしまうとつまずいてしまいメイクすることはできません。そのため通常のオーリーよりもノーズ足のコントロールがよりシビアだと言えるでしょう。フェイキーオーリーでデッキが地面と平行になるようにノーズ足でしっかりとコントロールができれば、必然的にオーリーの空中姿勢の矯正にもなります。オーリーアップにチャレンジしよう。オーリーアップとはオーリーを使って段差などに飛び乗ることです。段差に飛び乗る直前に空中でデッキを地面に対して平行に整える必要があるため、ノーズ足でのデッキコントロールが強化できます。幅跳びやフェイキーオーリーと同様にオーリーの形を固めるための練習としておすすめです。最初は階段1段分ぐらいの高さからで良いので、オーリーアップにチャレンジしてみましょう。慣れてきたらより高い段差がアップできるようにレベルアップを目指してください。以上、オーリー物小屋組後編の解説でした。この動画が参考になりましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと概要欄の方から僕たちが文章で詳しく解説しているブログと、あと Twitter、Instagram 飛ぶことできますので、そちらもぜひチェックお願いします。以上、ハイボルテージスケートボーディングのマッティでした。バイバイ。